ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。ヒカキンの楽器教室へようこそ。今までね、ヒカキン TV ではいろんな楽器とかこう吹いたりしてきましたが、今回のはね、多分あんまり見たことない楽器だと思います。僕も一切吹いたこととか触ったことはありません。かなり民族系。それがこちら、ジャウハー。はい、こちらなんか一見ね、スヌーピーのお菓子みたいな箱に入ってますけれどもね、なんかね、本当はジャウハープっていう民族楽器なんですが、買ったらなんかスヌーピーハープっていう箱に入ってきました。まあ開けてみましょう。あー、来た。あ、結構しっかりしてんだ。そうなんですよ。はい、これが真の姿、ジャウハープと呼ばれてるね、民族楽器。あ、これ鳴るのかな。もう本当にね、こういう鉄の塊ですよ。なんか栓抜きみたいな形してるんですけど、で、これをどうやって使うかというと、なんかこんな風にするんですよね。合ってっかな、これ。あ、いける、いける、これいける、いけちゃうわ、これ。あの、YouTube でこれをこううまーくこう演奏してる人の動画とか見てて、ちょっとね、レッスン動画とかが多かったんで、これ音なんなかったらどうしようって思ってたんですが、なりそう。ちょっとこう加えて、いけ、いけえな、これ。お、カカーン、カーン、カーンって今歯に当たったよ、これ。これをこうやってこうやってると、なんつうんだろう、あの仏壇のカーンみたいな感じで、なんかこうちょっとこう揺れるんですよね。これとなんか口の中のこう空間を利用して多分弾く楽器だと思うんですよ。あ、こうやんだ。こう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 やって、こうポポ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 ポ、この口です、これ。多分これだ、おじいちゃんおばあちゃんみたいな感じね、これね。なんて地味なんだ。痛いな、これ。なんか痛いよ、これ。あ、なんか調べよう、上手い人のやつ見よう。ちょっとわかった、おっちゃんの動画見てちょっとわかった。指はこうやってやるんじゃなくて、こうやると。ほんで歯がこうやって、危ねえ。あ、あ、聞けよ。痛いよ、結構痛い、ここ痛いよ、これ。ただ結構鳴ったね。うん、本当に上手い人はもっとね、ビヨン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 ビヨン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 ってなるんですけど、やっぱ一日じゃそううまくいかないね、これね。多分これもうほとんどは口の当て方と口の中の空洞の形とかなんだろうなとは、思います。おかいてーやっぱ結構強くやると鳴りも良くなるんですけど、唇がなんかこう振動を抑えてるのが痛くなってくるね。やっぱり民族楽器はたくましいね。ただ結構鳴って嬉しかったね、これ。もうちょっと使いこなして、なんかビートボックスしながらやれたらいいなと思いました。あー、唇痛い。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はビン、じゃんけんポン、バイ。YouTube, YouTube, broadcast you with self, yeah. YouTube, YouTube.
君なら